ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界7月9日の出来事について触れてまいります。1960年、力道山はサニーマイヤースとインターヘビー級の防衛戦を行いました。技巧派マイヤースの攻撃に苦しむも見事勝利し、 V8 を達成しました。1976年、新日本プロレスアジアリーグ戦開幕です。優勝候補筆頭のインドの猛虎タイガージェット新開幕戦から大暴れです。1985年、ロシアンズの持つ NWA 世界タッグにロックンロールエキスプレスが挑戦、見事勝利し NWA 世界タッグを奪取しました。1957年、ケビン・ナッシュの誕生日です。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。